それでは花火師を代表して前回大会で内閣総理大臣賞を受賞された野村花火工業株式会社代表野村陽一氏よりメッセージがございます。もうこれぐらい、皆様こんばんは。ここ2年間コロナ禍により大会は中止となり寂しく残念な思いをしましたが、この度は安藤市長をはじめ実行委員会の皆様のご尽力により競技大会を開催していただき、花火師を代表し厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 そして今宵は皆様方に夢と感動をお届けするため各都道府県を代表する花火師がここ土浦に集結いたしました。花火をこよなく愛する皆様方のために我々花火師一同は技術の粋を尽くした、そして趣向を凝らした作品をお見せいたします。花火は一瞬の輝きですが、今宵は思い出となり、そして記憶に残る最高の花火を打ち上げます。澄み切った秋の夜空に花開く日の芸術をどうぞお楽しみくださいませ。ありがとうございました。ご観覧の皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。
以上で全ての競技花火が終了となりました。本大会は大正14年に第1回目を開催して以来、今年で第91回目を迎えました。ご参加いただきました花火師の皆様や審査員の皆様、ご協賛ご尽力をいただきました関係者の皆様、そして観客の皆様に心より感謝を申し上げ、大会の最後にエンディング花火を打ち上げます。この花火はバスを通じて伝えたいファンタスティックストーリー、株式会社平成エンタープライズと日本演歌協会茨城地区会の提供でお送りします。今大会を振り返っていただきながら、花火師が丹精込めて作り上げた花火をどうぞお楽しみください。